はい、こんばんは。本日もよろしくお願いいたします。平日の23時からはパネルシークレットということで、パネル、いわゆる、インターネット上で、自分の商品を販売していく、プロセス、それをね、しっかりと作っていこうということで、じゃあその戦略が分かんないと、じゃあそれをね、販売しようにしてもなかなか難しいんじゃないかということで、その戦略についてね、話すような番組がこの、パネルシークレットということになっております。で、この番組でですね、紹介しているクリックパネルというものを、少しまた説明しますけども、クリックパネルは本当にもう今世界中で、10万何千人もですね、使っているようなソフトウェアで、今言ったセールスパネルというものを、構築するためのですね、専用のソフトウェアですね。でそれが今すごく多くのですね、有名な企業家マーケッターが、こぞってみんなクリックパネルを使って、そして、売り上げものすごい売り上げを、ね、上げている。でそれを彼らを、ね、がやっていることが、我々もですね、当然それをクリックパネルを使っていることで真似することができる。それがね、非常にいいんですよ。例えばじゃあ海外だから英語だからしょうがないんじゃないのとか、アメリカと日本じゃ違うんじゃないのとかって思う方いますけども、そんなことないですよ。何でもそうですけども、絶対にアメリカとかでこう使われてきているものっていうのは、絶対日本でもね、それが使われて、流行るかなりの時間差がありますから、当然今アメリカでバーンと盛り上がっているものは日本に訪れるのはかなり時間がかかっていますので、それを先に、使っていくということは絶対に先行者の、利益を得ることができるわけなので、ぜひ、今使ってほしいんですけど、日本でまだまだ使っている人が少ないということが、なんでかというと、やはりね、その戦略的なところが分かってない。何かね、こうアプリケーションとかね、違うサードパーティーのいろんなね、システムをインテグレーションすることに関しては、いろんなね、知識が、あるんですよ。情報がね、公開されていたりしてるんですよ。でも、いわゆるそのセールスパ、そもそもね、クリックパネルというものは、セールスパネルというものをビルディングするソフトウェアですから、その、例えばね、細かいなんかね、特殊な機能というものを、追加していくということも当然必要で、そこでこうね、装飾していって、かっこよくね、システマチックに見せるっていうのは、重要なことだからやるべきですけど、それはね、でもね、普通ですよね。それは普通なんですよ。普通のことです。で、そこが、別にできるかできないかではなくて、まずね、戦略的なプロセスっていうのはどういうものがあって、どういう戦略を、じゃあ自分は今ね、このケースだったらどのような戦略を立てて、商品をオファーしていこうかっていうようなことね、リストを集めていこうかというようなことを考えなきゃいけないわけなんで、そこがね、まだね、欠けてるんですよ。で、なんかクリックパネルだけこうね、紹介して、そしてそこにね、インテグレーションできるこのなんか、ウェブツールとかね、そういったものをこう紹介しているだけの方が結構いますけども、そうじゃなくてですね、そもそもね、そのセールスパネルというものが商品を販売するプロセスで一番大事なわけなので、そのアプリケーションとかは別にネタのヒット教えればすぐできるわけなので、そうじゃなくて、その戦略的なものをやっぱり、知ってほしいということで、この番組がね、そういったことをね、教えているという番組になっています。当然ウェブツールとかね、そういうことに関しても、今後話をしていきますけど、まずはね、戦略を、紹介していくことを優先しておりますということで、で、今日はですね、メンバーシップパネル、メンバーシップファネルというものをね、紹介していきます。メンバーシップファネルというか、通常メンバーシップというね、メンバーシップアクセス、メンバーシップエリアというのがね、ありますけども、きちんとね、そのアカウントを作ってもらって、そして、メンバーシップエリアにそこから入ってもらう。で、そのメンバーシップエリアの中に自分のコンテンツ、動画コンテンツとか、文章、またはね、PDF を保管したり、そういったものをね、やっといて、そのメンバーシップエリアの中でですね、自分の商品を提供する。で、これの素晴らしいところはね、どういうことかというと、メンバーシップエリアの中で、またね、オファーができます。これクリックパネルの、本当に特徴的なものですね。ワンタイムオファーというシステムがあるので、それを使っていくことによって、メンバーシップエリアの中からワンタイムオファーに再び動線を引くことができる。だから、例えばですね、何かね、じゃあ、例えばウェビナーにしましょうか。ウェビナーで商品をオファーしました。で、最初のね、商品、ウェビナーで、オファーするような商品を買って、そのワンタイムオファーで違う、もうちょっとね、アドバンス的な、スキルが学べるような、もうちょっと高価な、ね、商品をオファーしてほしいでしょう。で、その最初の商品は購入して、メンバーシップエリアで見ているんだけど、でも、ワンタイムオファーのね、アドバンス的なスキルの講座は、買ってないと。で、そういった場合に、そのね、両方の講座を同じメンバーシップエリア内で見せるわけですね。で、そして、買った人だけにしか見えないように当然できます。で、そして、
まあ、鍵をかけたってですね、そこに、タイトルだけね、あるわけですけども、そのタイトルをこう見てですね、あ、なんかやっぱ見たいなっていう風になると、まあ、そこにね、カーソルを合わせるとですね、まあ、ここからね、アップグレードしようというね、メッセージが出て、そしてそれをクリックすると、ワンタイムオファーのページにまた行ってですね、ワンクリックでまたそれを買えるようになるんですね。まあ、それで僕は何回ね、海外のマーケッターの商品を買ったことかわかんないんですけども、まあ、僕も海外のね、マーケッターの商品をたくさん買ってますから、まあ、その中でですね、メンバーシップエリアっていっぱい僕持ってるんですけども、まあ、メンバーシップエリアっていうのは本当にその中でね、オファーが進んでいくようなページになってますので、サイトになってますから、非常にいいんですよ。やるべきなんです。絶対にやるべきなんですね。メンバーシップ、エリアというのは作るべきですね。まあ、商品を販売するんだったら全て、ね、メンバーシップエリアを作ってそこに、入っていただくということが非常に、その後にね、いろいろつながっていく有効な手段になりますから、ぜひね、作っていただきたいと思います。まあ、今日はね、そのメンバーシップファネルということで説明をしていきますが、ちょっと画面共有してですね、メンバーシップファネルについてね、話していきたいと思いますけど、まあ、あんまり、話すことってないんですが、まあ、特にこっちのね、このやつですね。まあ、これについて話しますけど、まあ、これはですね、一つの例としてですね、メンバーシップパネルの、まあ、流れをね、書いてますけども、まあ、VSL というのはビデオセールスレターですね。まあ、以前にこのチャン、番組でも話してますから、また見て、録画を見ていただきたいですが、まあ、ビデオセールスレターパネル、ビデオセールスレターのページ、まあ、ビデオで、まあ、教育する。まあ、これはウェビナーでもいいんですけども、この場合はビデオセールスレター。で、ビデオセールスレターで、まあ、どういったものか紹介。話していって、成功事例だったり、これを、ね、受けた後の自分その人が、ね、どういった恩恵を受けることができるのかとかね、まあ、そういったことを含めた、内容を話していくと、そして、まあ、タイミングを見て、まあ、こういった、ね、オファーが、オーダーフォームとかね、ボタンが出て、購入を促していきましょうと。はい。まあ、そこの、オーダーフォームにね、オーダーバンプというね、まあ、いわゆるレジ前商品のようなものを、ね、設置しておくと、カートの、ね、平均のまあ、利益を、ね、上げることができますので、まあ、ぜひこういったものを、ね、つけていくといいと思います。で、まあ、この後ですね、まあ、オファーを、ね、していって、まあ、この、まあ、別にここにワンタイムオファーが当然入ってもいいわけですけども、そのワンタイムオファーが入って、そして、この次にですね、まあ、オファーウォールページ、まあ、いわゆるその何を買ったんですよということが分かるページですね。そしてその中にはオファーウォールなんで、ちっちゃな、ね、商品をまたここでオファーしてもいいわけですね。はい、まあ、これなくてもいいんですけども。はい、でそしたらですね、まあ、ここのページの中に、メンバーシップエリアへのアクセスをここから作ってくださいよっていうボタンをつけておいて、そして、メンバーシップアクセスのところに行きます。まあ、アクセスはこれはアカウントを作るページですね。そしてアカウントを作ってもらって、メンバーシップエリアで、いろんなビデオとかね、PDF とかいろんなものをここでシェアしていくわけですね。で、この中で、まあ、ワンタイムオファーの方にまた向かわせるようなことはね、細工することができるんですよ。で、まあ、そういったことをね、やっていくと非常にね、有効的ではあるんじゃないかと思うんですけど、まあ、メンバーシップエリアを作って、ここの中でですね、いろんなこう自分の価値を提供する。だから本当にですね、まあ、自分の知識を、まあ、例えばね、僕なんかよく言うのは30分ぐらい、ね、話すことができれば、そこでですね、商品を作ることができて、そしてそれを、メンバーシップエリアに置くだけでですね、その価値が全然変わってきます。まあ、つまりその、見せ方が違ってくるので、ただ単に YouTube とか Vimeo とかで URL をメールでパンと送るだけじゃなくて、メンバーシップエリアというものを作って、そしてそこの中で、提供していくことで、あなたはですね、ちょっとしたことが、ちょっとした知識が、すごい商品として、販売することができるわけですね。だから絶対メンバーシップエリアを商品としては作っていくべきと思います。はい、あとは当然、まあ、オファーして、まあ、オーダーが、ね、できた人というのは、まあ、フォローアップをした方がいいですし、メールね、メールシーケンスでどんどん教育していって、また、購入ができていない人に購入させたり、あとは、まあ、オートメーションで、まあ、訪問者に対してですね、自動メールを、ね、送っていくということも、リターゲティング的な、ね、ところですね、やっていくということが大事です。まあ、クリックパネルだと、例えば、以前にですね、なんか自分でクリックパネルを使って、作成したページに、メール登録をしている方というのは、このまた違う、ね、パネルに訪れたときに、オートメーションを発動させることができます。まあ、メールがもうその中に記憶されていますので、そのメールアドレスの人が訪問したら、自動でこういうメールを送るよということを設定することができます。これが非常にクリックパネルに、ね、優れたところですけども、まあ、以前は、ね、アクションアナリティクスという機能だったんですが、今は、ね、オートメーションに関しては通常の、ね、プランの、
一部使いますので、まあ、そういったものを使っていって、ぜひ、ね、やってほしいと思います。とにかく、ね、メールシーケンスが大事なので、まあ、いろんな形でメールで、チャンスを作っていってください。はい、で、まあ、とにかくメンバーシップエリアを作ってですね、この中で自分のコンテンツを、出していくということをやっていくと非常に、いいと思いますから、やってください。はい。ということでね、今日はメンバーシップパネルというのをね、説明しました。まあ、メンバーシップエリア、まあ、これをね、作るということは、本当に自分のね、ちょっとした商品、ちょっとした、ね、知識、本当にもう、まあ、些細なこと何でもいいんですよ。何でもね、知識になる、商品になる時代ですから、それをぜひね、やってみてもらう。その中では、メンバーシップエリアを作るということが、一つ、すごく大事なことになりますので、ぜひメンバーシップエリアを使ってですね、やってみてください。はい、でクリックパネルをね、僕のこう紹介するページからですね、登録してもらえば、僕の方でですね、特別な Facebook グループに招待しています。でその中では、いろんなね、海外のマーケッターのセールスパネルを僕の方で、まあ、パネルハッキングしていって、まあ、研究してますから、それをね、紹介したりとか、あとはここにあるね、ドットコムシークレットとかエキスパートエキスパートシークレットの、日本語でね、僕が解説する、動画講座というのもね、その中でやっていきますので、まあ、これは本当に役立つと思います。ぜひ、ね、やるべきです。で、まあ、そういったところも特典としてあるし、あとは海外のね、ウェブツールもどんどんね、その中で紹介してもらってきますから、そこでね、いろんな情報をゲットできるように、まずね、クリックパネルを使ってみてください。で、それを使って、くれた人、にですね、僕の Facebook グループでいろんな情報をバンバン出していきますので、ぜひ、ね、グループの一員になって、いろんなね、いけるようにぜひ、一緒にいきませんかということで、まあ、このね、動画の、投稿文にね、その案内が出てると思うので、ぜひ、ね、利用してみてください。はい、それではね、またこの番組続きますので、また見てください。はい、それではまたの機会にお会いしましょう。それでは。